皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、ここ静岡県のヴィラエレアボールさんから撮影させていただいたんですけども、ゲストに今回はやっぱりコードといえばこの方、近藤彩織プロに登場していただきました。よろしくお願いします。で、今回ですね、このコードスター、やっぱりコードシリーズの新しい形なんですけども、はい、まあ、コード系もいろいろ使いまして、素材的には今回 R2 ベースで、原稿のパールリアクティブっていうことなんで、まあ、この原稿っていうのはどちらかというと私たち行き足をちょっとよくする形を取ってるっていうのが原点になりますね。で、そういった意味ではこのラド4を使った形なんで、まあ、ちょっとコードシリーズの中でも行き足がいい傾向の種類に私たちは目的として作ったのかなというふうには思ってるんですが、今日撮影させていただいたコンディションなんですけども、ちょうど43フィートということになりまして、結構やっぱりレイアウト見ると近藤プロのはがっつり先で曲がる系で、石原プロの場合はやはり玉なりに、まあ、4インチですから結構曲がる系という形で、撮影させていただいたんですけども、今日投げてみた感じは近藤プロどんなイメージを持たれました？はい、ですね、おなじみなんですけども、大好きなコード系ということで、はい、初めて投げた時にちょっとゴールドに似てるかなって感覚はすごく、走るですけれど、手前のこの転がり感だったり、その先の動きもしっかりしていて、はい、いいなと思いました。なるほど。今日石原プロなんか投げてみてどんなイメージを？まあそうですね、まあ、こう皆さん多分コード系っていつもね、はい、気に入っていただいて使っていただいてるんで、はい、これもまあ中間有利した、うん、当然なると思うんですね、はい、まあ、そういう位置づけで、使うんですけども、やっぱり2000番グリッドポリッシュっていうことなんで、うん、まあ、どっちかというとやっぱり中間から下のぐらいで使ってもらえるところだと思うんですけどね。なるほどね、はい、まあ、イメージは良かったですよね、やっぱりね、はい、まあ、本当なんかこうラド4を使うと滑る感じがなく、こうよってかっていうと直進の中でもスムースっていうのがね、なんかこう見てるとそうなのかなっていう、まあ、よく私なんかもこう転がり感なんて言っちゃうんですけど、まあ、転がり感というよりスムースさがこうあったのかなっていう、お二人にね。で、やはりちょうど近藤プロなんかも、まあ、ある意味嫉妬という意味ではね、まあ、その幅もあったのかなっていうね、石原プロに関してもね、だそういった意味では非常にやっぱり信頼ができるボールにまた一つできたかなと、こういう、先ほど近藤プロが言ったようにゴールドに続いてシルバーというかね、はい、スターということなんで、まさに近藤プロのようなスターという状況になったと思いますので、そうなるといいですね。ありがとうございます。
近藤プロのラインナップだと思うんですけど、近藤プロなんかこれはトーナメント仕様のラインナップ。そうですね、まあ8個ぐらいちょっと今選んでみたんですけど、はいはいはい、これに一つ2つ増えたりとかするんですけど、大体こんな感じの。なるほどね。でやっぱクラックスはオイルに強いということで、はい、オイルに強い順からずっと張っていただいたと思うんですけども、ね、はい、今日のコードスターはどの位置に。そうなんです、ちょうどね、ゴールドにもちょっと似てる感じではあるんですけれど、はい、このクリスタルクラックスが、うん、クラックスクリスタル逆でしたね先の、動きがやっぱりコードスターの方があるので、まあ、使い方によってはここになったり、はい、ここになったりはするんですけれど、まあ走る、まあ、ここの辺でこの間 IQ ツアーエディションとブラックスクリスタルの間ぐらいだったり、まあ、使い方によってはこの辺になったりとかするのかなという感じです。はい、わかりました今度は石原プロのシリーズ企画だと思うんですけど、はい、石原プロはやっぱりコード系で並べていただいたんですけども、さすがにコード系もいっぱい出てきたんで、はい、まあ、入りきれないコード系もあるみたいなんですが、はい、今日のコードスターはどの位置に。そうですね、やっぱりカバー的にも原稿を使って、このパートルも原稿なんですね、はいはい、ただ表面が非常にそのポリッシュで光っているんで、はいはい、まあ、どっちかというと R2S で現行なんで、うん、カバー的にはこの上なんですよね。なるほど、なるほど。ただ2000番グリッドポリッシュなんで、はい、表面が多少そう光ってるっていうか、はい、中間ぐらいなんで、はいはい、僕は位置づけ的にはやっぱりこの辺になるんじゃないかなと思います。なるほどね、はい、はい、わかりました。今日のコードスターなんですけども、ちょっとお二人にまたこのコード系、皆さんこれご覧になってる方もコード系っていうと、まあ、非常にこう皆さんも多種類にわたって持ってますし、うん、まあ、種類もかなりこう増えてきた中でですね、まあ、やはり近藤プロにまず質問なんですけど、先ほどこうゴールドにっていうベースでおっしゃってましたが、まあ、コード系の例えばここが私信頼できるのよと、はい、こういうのが、まあ、いろんなカバーストックであったとしても、今回のコードスターも結構投げたと思うんで、はい、なんかここ信頼できるのよねっていうアピールのところありますか。ですね、私の場合はですね、まあ、球質が、まあ、曲がる感じじゃないので、はい、その投げた感じ の, その先の動きの安心感っていうのがすごくやっぱりありますね、はい、まあ、ある意味その来すぎるとかね、はい、まあ、来ないとかっていうね、まあまあ、来すぎるっていうのは要するに曲がりすぎる、うん、で来ないって曲がらないっていうのが抜けちゃうとかっていうのがあると思うんですけど、そういうのはあんまり感じられない。そうですね、不安感っていうのはあまりなく、うん、コード系は割とすごく自分の中でも安心して曲がってくるので。なるほど、投げれます。分かりました、はい、石原プロにも質問なんですけども、今年実は石原プロもご存知か分かんないですけど、アメリカでですね、ようやくコード系が実はカタログ版になるとこういうのも踏まえてなんですけど、まあ、残念なことにアメリカの方はこう投げてないんですよね。ただアメリカ人がこう来ると結構コード系好きで持ってかれたりいろいろするじゃないですか。でやっぱりその先ほど言ったように男子のトーナメントだとか男子女子で考えたとしても、石原プロもコード系をここのコンディションとかこういう時にはやっぱり使うんだよねっていうのがあるとしたら、そうですね、どっちかっていうとやっぱりこう先で曲がるケース、系統のボールなんで、はい、まあ、それはある程度ゲーム数が進んで、はい、やっぱり、中間、まあ、トーナメント日々の中でも中間から、うん、まあ、コンディションにもよるんですけど中間から、後半にかけて、はいはいはい、やっぱり使いたいボールだと思うんですよね。